はこんばんちはです、パパスです。今日は今バラバラにしていってるサンサンセドリックさんのクーラーコンプレッサーを外していくんですけれども、これの前にベルト交換、ベルトの交換方法の動画ですねやってますので、よかったらそちらも一緒に参考に見ていってください。ではお願いします。で、場所がここね。でまずそのベルトでコンプレッサーだけの修理やったら、うん、もうベルトを全部外さんと、もうこいつだけポッと横に避けて、ね、修理が終わったらまたかけるっていうね、はい、そういう作業にした方がいい。でまずこれガスはまあ抜いてもらって、はい、このカプラやな、ここはもう要注意、絶対割れるからぬくめるとか丁寧にここを押してもらって、で抜き取るな、はい、うん、フライヤーとかで挟んだら割れるかもからな、うん、で2本、うん、ここ12な、はい、うん、こいつはボルトになってるからまあちょっとこの後浮かす気味で、太い方が圧が少ないからちょっとこう残ってる、うん、残ってたらバソンと破裂するから、うん、こういう感じで、うん、こんな感じね、うん、はい、今ちょっとだけ出てきましたね、うん、こういう感じで、はい、でもう絶対汚れが入らへんようにテープで巻くとか、低圧の方抜いたらもう高圧から出てこないですからね。そうそう、片方抜いたら、うん、もうどっちか抜くと太い方ね、うん、まあここもちょっとテープで貼っといた方がいいかもからね、はい、うん、まあなんとかね。でここちょっと難しいのが、うん、ここ、はい、よいしょ、これこいつね、こいつね、うん、これ今下向いてね、だから下からこのネジが入ってるって、ね、コンプレッサーそこにね、うん、そうそうそう、うん、下向いてる、でここが一番難しい、よいしょ、ここはちょっと鏡も入れんけど、でここ動かない、見えてるかな、うん、あれやな、だから位置的に言うとこの辺、ここ、この真下ぐらいに、うん、で外すのはこういう短いやつで、まあ、真っすぐでもいけると思うんだけど、この角度ついてるやつね、はい、ちょっと、はい、この短いやつで、こういう感じで入れてもらって、はい、で緩める、で一番初めにこいつを緩めへんかったら、うん、他緩んでからやったらめちゃくちゃ硬くなって外されになるから、とりあえずこのネジが出てくるから、はい、うん、なんか今手で緩めて、うん、この太い手で緩めることは入れれ、うん、普通の人だったら入れれると思う、うん、で下緩めたら、うん、こいつね、さっき鏡で見たやつ、うん、なんか逆についてるから締める方に回すな、これだね、同じネジが、うん、はい、
こうドバッと上げる人はまあこのプラグコード抜いといてもらってもいいし、ちょっと不安な人は抜きたくない人だったらちょっとこうかわす感じね。であとはまあ見えてるネジやね。多分14、14、14、14、14、14、ね、でこいつは一本だけ、こっちはもうなってないから、はい、うん、まあこういう感じやね、これね、うん、はい、こっちからも、うん、まあこいつはまあ肉眼で見えるから、緩めてもらって、あとまあパイプかわしながら、今なホースが硬くなってるから、まあ、もうちょっと 動いたはずやねんけど、うん、ちょっと硬くなってるから動きが悪いから上に抜けへんとこからな、まあ、一応普通に抜けるようになったんだけどな、うん、抜けへん場合はホースな、まあ、もうちょっとこうこことここがしなるはずやねんけど、だいぶ硬いね、こういう感じ、はい、うん、ほんまはここはもっと上がるはずやけど、うん、多分今もこの年式でやれば多分このホースが割れたりとかする可能性、うん、ほんまもうちょっとこうちょっとしなるからね、はい、かわして取ってください、うんうん、これでまあ、うん、これで、うん、OK、とりあえずこれあの動作確認の動画で、はい、回ってるのは見てる、うん、でクーラーコンプレッサーっぽい試運転とかで多分クーラーの機器とかもやってるはずやねんけど、うん、ちょっと多分寒かったから機器までは、はい、まあガスは結構入ってた、うん、でこんな感じね、ここ入るとこはここ、ここね、止まってた、うん、これでガステとかをこの2箇所ね、うん、こいつを外してもよかったな、うん、うん、こいつ2本外したらこっちがバッと抜けるわ、うん、うん、こんな感じになってるんだよね、うんうん、だからほんまそうかも分からへんな、うん、だからここから外すんじゃなくて、うん、こいつから外すんやったかも分からへんな、うん、まあ、できる人はどっちでもええと思うけど、はい、これつけるんや、フォークで、うん、こいつは捨てはつけたらなかんな、はい、よいしょ、せやな、こいつをつけた方が楽なんかな、せやな、まあ、実際はこっちの方がええわな、はい、うん、ステイのボルトは12、うん、14、全部14、はい、こういう状態になってるね、よいしょ、立てたらここに、うん、こいつが前やからこういうことやな、うん、
ここがやりにくかったんだな。結局だからこう、こっちはこっちか、これごと外した方がやりやすいかな。はい、こんな感じでついてます、でこいつをこう、つけたまま、こいつを外して、ここ外したらまあ簡単にしてごと外れるみたいな、まあ、取り付けるのもそっちの方が楽かもわからないな。はい、ちょっと強引に外しすぎたな。まあ、こんな感じかな、ちょっと圧縮だけ、圧縮、圧縮、まあ、ボコボコ言ってるから、多分いけると思う、まあまあ、まあ、聞く程度やと思う、大丈夫、オッケーということで、こんな感じですかね。だからまあ外すのはここのボルトを外した方が楽ですね、はい、取り付けるのもね、だからここ締めて、こんな感じになってましたかね、このボルトを2本抜いて取り付けるね、はい、はい、今日はこんな感じでサンサンセドリックさんのクーラーコンプレッサーの外し方をやっていきました。よかったら皆さん作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。